かつての七字長福寺は、愛知県名古屋市中区大須にある新御宗地山派の純別閣本山の寺院。三号は稲その山。七字とも称される。寺伝によれば、天平七年、行基によって、尾張国海東軍開発に開かれたのに始まる。当時の寺名は、小学院と称した。 延暦6年12月、木これヒが7歳で亡くなった我が子を弔うために7区の仏閣と十二の相棒からなる七動画欄を混流したことから、以後、これにちなんで七字と呼ばれるようになった。七動画欄は、忍那三年の水害や天行四年の陛下により、荒廃したが、忍万二年、諸畑城城主、尾張ゴン大中富康長が、娘の母代を弔うため、 無であった、文後守る近ねと共に計らって寺を、現在の稲沢品夏寺町に移し、七の伽藍と十二僧帽を再建した。安長は安本元,元年から自称二年にかけて、一切今日を書者させると共に、阿弥陀如来像と観音菩薩、聖子菩薩像を奉納し、寺の名を年、伊念山町福寺と改めたが、安長が混流した寺童のほとんどは、 剣武の乱の戦火で消失してしまった。天正十九年、豊臣秀吉の命を受けた、清須の豪族、鬼頭孫左衛門義久が清須に寺を移して、本堂を再建し、大塚村製海寺の重装であった、両縁を迎えて、中高解散とし、復興を行った。慶長十六年垣、徳川家康の清須越しの命によって、 現在地に移転されるにあたって本堂が清すから移築され、かつて失われた書道も再建された。元禄十三年には、尾張藩、第二代藩主、徳川光友により、三重塔が再建され、教法十五年より、尾張徳川家の祈願書となった。境内には、芝居小屋や茶店が立ち並び、他、多くの露店、出店なども立ち並び、 縁日なども行われて、多くの人たちで賑わっていたという。当時の大須賀祝いにあっては、大須観音や名古屋御坊をしのぐ寺勢を誇ったとも、いう。1879年、総本山地社区員の末寺となった。1892年10月15日に7、動画欄の境内に、愛知教育博物館が開館された。しかし1910年に、 愛知教育博物館は取り壊され、愛知県商品陳列館が開設に取り壊し、1911年には純別格本山に昇格したが、太平洋戦争中の1945年3月19日の名古屋大空襲で、本堂、三重島など、共造以外の七道すべてが消失した。戦後には、大須観音などとともに、 オースの住民や関係者などから7次再建の期待が上がったが、資金難など様々な理由で7動画欄の再建は難しく、境内のほとんどは戦後復興に伴う再開発でオースの町の一部となった。現在では、三重島や芝居小屋などがあった場所は駐車場やビル、飲食店が立ち並び、街中にある小さな寺の様相となっている。ありがとうございます。